前あのシルベス・タサロンが「あ僕と会う」という企画が実はテレビ大阪の方のテレビ局でありましてそしたら僕がお断りしました「会って何になるんだ」<laughs> もうただただコンプレックスにかかるだけじゃないか」って、えー、大体もう声も姿も全然違うのに。 あったってしょうがないだろう。だったら向こうもそうだなって終わりになりました。で、それをき合っておりません。まあ、この後そういう機会があるかもしれませんけれども、そしたらまたその時に改めてご報告したいと思います。今声を当てたいキャラクターがいるいますか？せーのとんあ、あの短くて結構なので、どんな方なのか？あのね。皆さんね。ご存知ないか、ちょっと僕自分でも覚えられないから書いてきちゃったんだけどさ。 僕ねあんまりあの普通の人二枚目好きじゃないんだよだけどねし普通クリストフ・バルツっていう<ー>知ってる人<っ>手挙げでうわうしいんだ <laughs> これはあのーえー、ほとんどねタランティーノの映画にね出てるんだけど、うん、この役者はやりたいこの役者のほどう,うまい人はいないと僕が今でもクリ,クリストフ・バルツ,バルツ オー,ストラリアオーストリアオーストリアオーストリアの人なんで間違ったら教えてそれでいいですかはいクリストフ・バルツまあドイツですねほとんどねだけどこの人の芝居見たら本当に役者になろうと思うぐらいうまいですよいやもう本当に感心してます一度ご存じない方はクリストフ・バルツぜひタランティーノの映画で 見ていただきたいと思いますじゃあ最後の質問ですよ、はいはい、ロッキーの仕事は宝物だ当たり前だ <laughs>